皆さんこんばんは。バドサイエンのバドちゃんです。ねえ、よく降りましたよね。雨が久しぶりのまとまった雨でした。心配で心配でね、お昼頃にね、第二菜園南畑へね行ってきましたよ。ここにはね、収穫間近のね玉ねぎ1万本、それを中心にね、じゃがいも、人参、またね、植えたばかりの里芋もあります。ああ、ブロッコリーもね植えてますよね。これはね、野菜にとってね、畝がね、上まで浸かってしまうほどの雨というのはね、大変、大変というかもう全滅ですよね。心配でした。でもね、前もってね、この雨をこうね、想定してましてね、できる限りのね、高畝、そしてね、水路の整備もしておきましたよ。ね、雨が降ってもこう外へね、排出すればね、大丈夫なんですからね。まあしんどかったですが、事前に頑張ってやっておきました。ちょうどね、お昼過ぎでしたけどね、見ましたらね、やっぱり結構畑一面に雨水だらけ。あっち向いてもこっちも向いてもね、上の谷にね、水がね、どこともね溜まってはいました。でもでもね、こう水路整備のおかげでね、雨水はどんどんね順調にね排出されておりました。ガーッと音を立てながらですけどね、まあそれを見てまずは一安心。まあ水が溜まっていってもね、ある一方で片一方でずっとそれが外へ出ていけばね、これはまず大丈夫ですよ。やっぱ排出口が詰まっとったりしたら、これは悲劇。まあ田んぼみたいになりますもんね。まあプールですよね。まあこの調子ならね、浸水の恐れはないかなということで一安心でした。よかったです。今日はね、カメラを持ってこの雨の中、田んぼをね、田んぼじゃないわ、畑やね、畑をねぐるーっと一周して、撮影してきました。